テンション上げるマン、ライカです。本日日付が変わりました。4月19日はマーガスくんのお誕生日です。どうしても今日に向けてやりたいことがあるのでデッキを見ていきましょう。さあ本日の企画ですね、ザ・マーガスです。ザ・マーガスデッキを作ってみました。はい、ポイントですね、まずこの縦に一直線見ていきます。ここのメンバーがほとんど仕事をしますね。で3トップにマーガスです。そして左サイド右サイド、ここに置いているキャラクターはすべてバフ係ですね。バフを持っていて、まあ応酬系のバフですね。これによって絆スロットと合わせてマーガスに 99% 乗る、このような設計です。このデッキを使っている限りはおそらくシュートバコバコ打たれると思うんですよ。ただね、まあミューラーも構わん、打たせろって言ってるんでね、いろいろシュートを打っていただいて、がっちりね濃いめのバフで守備をしつつ1点を獲得するチャンスを狙っていきたいと思います。でこのデッキで勝つ、これをマーガスへのお祝いにやっていきましょう。はい、ここでコメントコーナーです。ライカさん一戦におめでとうございます。ありがとうございます。マーガス4凸していないんですか、忘れているのかしていないのかどちらでしょうか、ということでした。これに関しては単純に凸はできていないだけですね。忘れてるってことはないんですけれども、正直ね今使ってる感触として全然上限突破は100で十分です。限界能力解放は可能なんですけれども、これ私のこだわりとしまして、過去のね代表からフェスからこれからマーガスは全部残してあるんですよ。で右下にマーガスメダルもあるんですけれども、今後ねドリコレとかフェスが来た時のためにね、最強のマーガスが来た時のために残しておくべきかなと思ってね、メダルも残しています。こういった理由で単純に自分がコレクションしてるというところもあって凸はしていません。あとは基本的にペナ内で浮き玉打つことが大半なので、マイティショットしばらく打ってないなって思って外しました。外してテクニカルダイビングをつけました。今日はこれで参ります。はい、でですね、今日全属性が使えるんですけれども、今のね0時から朝の4時まであと3時間しかないんですよ。なのでねこっからチャレンジ始めますね。であと3時間するとまた属性限定のねパラメータアップになっていくんで、さあじゃあ行きましょうか。おいおいおい、ドイツドイツのシュナイダー来た、勘弁しろよおい。ドイツのシュナイダー、ミュラー、ナポ、ピエル、あーケビン、中村など、あー欧州きつい、これ欧州硬いデッキだな。どえらいのがしょっぱな来ましたわ。なんだよそのホって、止めてやる、来い。そのホって何、ティエルパスカット任せたぞ、取るんかい、取るんかい、ナイスカルズ、おいチャンス来てる、負けるかい。ここ待って、読み勝てばチャンス、マジであるよ、マジでチャンスあるからね。ここですね、ドリブルですね。なお前のマークはこの俺だ、なんでパス出せばよかった。でも金釣りはまあどの道使ったか、どんなもんだ、使ったか、まあ無理、よし来い勝負だ。待ってよ、ちょっといけるやん、ちょっといけるってよ、うん惜しい、いい、カマワン打たせろ、カマワン打たせろ、そのまま打つんか、あケビンのホットラインね、ケビン中村のホットライン、いやーナポ強いって、ナポ強いって、32 よし取る、よし取る、カマワン打たせろ、
行くぜ。あ、そこ無理ね。いやー無理だよ、このサイド、サイド投げ無理って言うな、無理って言うな、それそれ無理って言うな。よし、いいいいいい、来い、勝負だ。ちょっと待った、この時間にかける。シュートは封印してる、シュートは封印してる。行くぜ、取る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 、行くぜ。待ってよ、でもあー惜しい、勝負だ、負けるか、かかってこい。惜しいが、この2人には絶対絶対勝てねえ。まあ、とりあえずシュートね。俺が止める。惜しかった今。でもね、ちゃんとね、もうここにマークつかれてたんで。おい、いいんじゃねえの。俺が止めてやれ。行くぞ。これね、時間的にもう無理なんですけど、何もしない、何もしない。いや、移動距離 あったっけ、ワンツー移動距離あったよな。でも、いや、さすがに間に合わんだろう。うん、よし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 。あー、危ない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 。これね、シュナイダーにシュート打たれたらやばい。あとは大丈夫だ、あとは大丈夫でね、赤いをガンガン削ってこい。さっきね、いい感じに言ってたんで、もうね、これ中央突破しか道はないんですが、さっきみたいにブライアンにボール渡したみたいにね、うまくパスを通してサイドから回る。もうね、変更の余地はないんでね、こっちは。ただとんかつ違う、あーきついないろいろきちい。弱音を吐くな。マークはケビンね。俺は負けない、行くぜ。さあ行くぞ、みんなダンディにキューブ。あーそうか、かかってこい、勝負だ。そうか、ついてる、そこについている。あ、ドリドリか、ドリドリかい。俺が止める。勝負だ。カマワン打たせるのね。カマワン。いくぞ。低いか。カマワン打たせろ。打つんか。あー、こぶこぶ。おい、ちゃんとそれ返。よし、来い。おい、見たぞ今。それカイザーダイビングだよね。そう。なんですか、ドイツのシュナイダーにやられるんすか私。あ、やばい、うわうわ、この俺が普通にドイツのシュナイダーにしばかれている。それ、勝負だ、来い。さあ、ここはきつい。いいいいいい、スタミナを使え、スタミナ使えばいいんだ。パスだ、かかってこい、勝負だ。落ち着け、全力ブロック、この時間にかける、全力ブロック、思い切っていくぞ、全力ブロック、取れ取るんだ、まず取って、いいよ。ここはきっちり仕事させてもらうぜ。おい、きっちり。いや、ちょっと待って、シュートあるね。ここシュート。それ。
くらえ。いい、ナイスナイスナイス。で赤いのとこ行って、赤いのとこ行け。赤いが取る。でこれこれ奪う、これ奪う。方向性リコ。詰めろ、全員詰めろ、ここ。おら詰めろ。マーガス。いやマーガスが弾いたらね、それ意味ないんですよ。これ意味ないんですよ、マーガスが弾いたら。あんどうする？うるせえボケ。スタンプうるせえんじゃん。俺のゲームメイクの見せ所だ。もうね、マーガスが弾いたら行動不能になるんで。おい、まだやれるぞ。まだまだやれるんだ。こっち来い。マーガス。ペナない。頼む。行くぞ。これね、赤いに取られるからマジで気をつけて。赤いの位置がね、位置取りがうまいな、この人。赤いの位置がやばい。パスタ行くぞ。それいやー、これね、自動で普通に取られるかもしれない。能力差で、能力差で。いったー、それ。ここ切り抜け。俺と勝負とはいい度胸だ。地面で拾った。何、打っていいってことはよろしくって言ったよな、今。よろしく言ったよな、お前。さあ行くぞ。おい、全力ふざけんな。行くぜ。おめおめと決められた。あー、ドリドリでよかった。なんかくそ、腹立つ。ここでドイツ人には負けたことがないというですね、プチ自慢、これが途絶えました。ドイツ人に負けたけどね、健闘したよね、勝ち筋あったよね今。いや、次行くぞ、次行くぞ。ちょっとね、ドイツ出張キャンペーンでドイツ人に祝ってもらいました、マーガス君の誕生日を。しばかれました。おめえな、あんなん普段のデッキだったら絶対勝ってた。エクアドル、絶対勝ってたよな、あれ。このデッキであの健闘具合、普段のやつなら絶対勝ってたわ。若島ず、おお日本で固めてありますね。日本人デッキか。よし来い。俺が止めてやる。勝負だ。今つけたよな。マークディフェンス今つけたんすけどね。今つけたんすけどね。うん、ドリドリね。そんな。何？ナイス。よし。よし。クソ押し。マーガスは進んでろ。マーガス前に進んでろ。来い、来やがれ。カルツ行ったよな。行くぞ。ああ行っていない。ああカルツ行っていない。ただね、ヒューガに打たれるにはいい。ていうかこれさ、翼以外ならね、誰に打たれてもいいか正直。あーどうぞ勝手にしてください。それはい、カーマワン打たせろ。カーマワン打たせろだし、カーベはいらん、カーベはいらん。翼だな、それ翼にやろうとしてる。行くぜ。いや自分で打つ。受けて立つ。しかもクソほどライン上げてくるじゃないの。見て、キャッチ1万6000あるよ。16万か、失礼、16万あるよ。くそー、この俺が。くそー。
まあいい、これでね完全にヒューガ潰したんで。行くぜ。そうヒューガにさよなら。俺は負けん。さあどこ行くか考えろ。マジでマジでどこ行くか考えろ。何もしねえと。ナイス。来てる来てる来てる。そう待ってるか。全力。いやもうこれねマーガスに通すしかねえなこれ。この時間にホットラインつけよう。思い切っていくぞ。で赤いと読み屋に持ち込むわ普通に。もうちょっとねマーガス前行っててくれたら。おい。ここを切り抜ける。負けるか。行くぞ。ワンツーしようか。ゴー。行くぞマーガス。ナイスネジクリ。ガンガン攻めていこうぜ。ちょっとこれ普通に通過してる赤いよ。こんなことあるか。ドリンクで赤いを普通に通過する。よっしゃ。はい最高ありがとう。さ今仕留めたるからな。今仕留めたるわ。ここを切り抜ける。マーガス。もらった。行くぜ。ドラ。さあ虹からの金張り切ってますね。いや相手も濃かったわ。 93% も乗ってんのか。いや 90% 台あるってね今の時代でかなり濃いっすね。バフ係が多い。あそしてあドリコレソーダいるのな。ドリコレソーダがいるためこれは決まる。よし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 。いいいいいい。ひっくり返すひっくり返す。チャンスある。全然チャンスあるから。いやドリコレソーダね X でも言ったんですけどね、あいつはね厄介すぎるのよ。最新のさドリコレでほんで何あのバフが 3% ついてる。何なの。俺が止めてやる。かかってこい。勝負だ。あ、シュートね。翼、美咲、これが勝利への俺からの雷神パスだ。行くぞ、翼くん。美咲くん、足を。いや、さすがにね、ここブロックする勇気がねえわ。万が一パスが取ったらね、えらいことになるんで。受けて立つ。ここで全力切れる。まあ、不動キャッチでいいでしょう。来てる来てる来てる。チャンス来てる。バフが濃くてバカ強いせいでチャンスが来てるよ。チャンスチョンスが来てる。ちょっと待って、こうなった際はこれね、もう待ってを抜いてラファーあるね。 5% ぐらい薄くなってもいい。待ってを抜いて攻め手を増やしていこう。ラファーあるね。ラファで左サイド、左サイドのこのバフ係たちをえぐっていこう。岸田もバフなんでしたっけ。あ、岸田こんなん持ってるんだ。だから入れてる人多いんですね。ただまあその 3% は全然関係ねえんで。どこから攻めるか考える。僕がここでチームを支えるんだ。相手は変更なしか。さあとんかつボールスタート有利ですよ。ブライアン君行くぞ。俺は負けん。さあこっからスタート切るしかなくて。何もしない。いいだろう。僕が仕掛ける。よし来い。来たわ。来たがどうする。正直ね赤いを越したいんですけど、
あの多分インターセプトされるんですよね、赤いには。あーを振った、勝負だ、かなり、いや、ここはいけると思うが、ちょっと待って、ソーダリカバー気をつけて、ソーダ側は無理、こっち通すね、こっち通す。おい、いけるやないかい。箱品側に通す。さあ、ダッシュダッシュダッシュ、箱品ダッシュだよ、素晴らしい。ここを切り抜ける。ちょっと待って、これホットラインつけたいな、でもそんな余裕ないか。打とう、直接打つわ、もう。おい、逆転のチャンス来てる。負けるか。ゲーテかシェスターを経由するとね、 5% 乗るんですけどね。優勢進化進化。よし、輝いてるよマーガス、来てる、マジで来てるこれ。あとは守りきるだけなんでね。よっしゃ。いけ、いくぜ。負けるか。おい、なんならまだチャンス来てるか、まだチャンスが来てるんだが。任せたぞ。岸田側を抜く。あ、岸田も行っちゃった。何、そんな先にボール転がりました、失礼。あ、やばい、僕が仕掛ける、よし来い。さあ、落ち着くんだ、カールハインツ落ち着くんだ。どこだ、ドリ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 ゴー。はい、読み勝つ、ラファナイツ。よし、よ、行くぞ。よし、あー惜しい、ゲーテマジで惜しい。ソーダのパスカットが1個だったらなーっていうね、観測的希望なんですけど、まあ一応通して一応通してみるな。さあ、ソーダとゲーテね、チームメイトなんですよ、チームメイト、ブレーメンなんでね、もうブレーメン大集合だね。ここにペナルティーエリアにね、ギュッと濃縮還元されてます。ジェドおい、全員のね、天才的な活躍により、勝てましたね。この時間にかける、思い切っていくぞ。惜しかった、あと一発ね、パス出せそうだったんですけど。よし、俺たちの勝利だ。嬉しい。普通になんか普通にランク増してたわ今。普通に勝ってた。大丈夫今。ちょっと今の試合やばなかった？やばくなかった今の試合。いや。普通にさ、まあ、戦略的に勝てたことも嬉しいんですけれども、あのね、こまごまと全員が活躍してたんですよ。まあ、箱種なセンタリング上げましたとかね、ゲーテもチャンスありました、双子も自動パスカットしましたということで、みんなで祝えた勝利ですね、これ素晴らしい。はい、ということでですね、どうなることやらと思ったこの企画ですね、0時から私4時まで起きてやろうかなって思ってたんですけど、早々にね、いい感じの勝利をもぎ取れたので、今日はもうここで終わりましょう、速攻。あともう寝るわ私、寝させて。あと寝るわ。はい、ということで今年もマーガスクールのお誕生日をお祝いできました。これお誕生日が来るたび毎年言ってるんですけれども、マーガスがいなかったら今の自分はいないんですね。
たまたま戦えドリームチームでマーガスを引いて、マーガスっていうキャラクターが大好きになって、マーガスで勝ちたい、マーガスに恥じないために自分が強くなりたい、プレイヤースキルも磨きたいっていうことで、その一心でね、この5年ぐらいゲームをやってきてるんですよ。ランクまで負けたりガチャで爆死したりすると、なんでこのゲームやってるんだろうっていうね、ある意味正気に戻る瞬間ってあるじゃないですか。なんでこんなことやってんだろうって思うじゃないですか。ただね、その時にいや、マーガスのために自分やってるんだったわっていう感じで、いい意味で正気に戻そうとするのを狂わせてくる存在なんですよ。そんな存在にいつも脳みそをやられてます。あとはね、マーガスくん本当に裏表のないまっすぐな性格のキャラクターです。まあこれはキャプテン翼全般的にね言えることだと思うんですけれども、本当にいいやつ、マーガスは本当にいいやつなんですよ。はい、というですね、普段はドイツのエースストライカーの中では2番手として扱われるマーガスではありますが、このゲームでは輝いているということをね、今後もお見せしながらやっていきたいと思います。戦えドリームチームっていろんなキャラクターが使えて、キャラクターごとに特技やスキルがあるからこそ、こういう脇役のキャラの魅力に気づきやすいと思っています。そしてそこがこのゲームの真の価値でもあると思うんですね。キャプテン翼をもっと2倍3倍と楽しめるような魅力、そしてこっちで楽しんだ後に漫画を読むとさらに楽しいみたいなね、こういう魅力があるんですよね。そういったところを見つけながら今後も楽しんでいきたいなと思います。マーガスくんもう本当に大好き。今年のねドイツユニを着たマーガス楽しみ。